平均株価が一時一万八千三百円を上回り、取引時間中としては IT バブルと言われた2000年以来14年9ヶ月ぶりの水準をつけました。中継です。昨日も200円を超える上げ幅となり、マーケットからは今年中に2万円超えという強気の声が広がっています。平均株価は午前は一万八千二百八十三円で取引を終えました。 今朝発表になった貿易統計で1月の赤字幅が大幅に縮小したことやきのうから本格化した労使交渉で賃上げへの期待感が高まるなど日本経済に明るい材料が見え始めたことも買い材料となっていますまたあるアナリストはきのうの日銀の金融政策決定会合で黒田総裁が将来的な追加緩和に含みを持たせたことで期待感が投資家の中に出ているとも分析しています 今まだ期待が先行している状況ですが個人消費の回復など実体経済の回復が本当に伴うのかどうかが今後の焦点となります。